私の快進撃を見せます。はい、え、わかりません。詳しいでしょ、詳しいでしょ。はい、あー終わった。本当はもうダメかな。2回連続 G ゾーン抜けるっていうこともね、そうそうないでしょ、割合的に。まあ、ストックあるときは基本的に G ゾーン中に当たりますもんね。あー、なおさら G ストップで乗せたかったな。だったらどうやら残念ながらですが、ストックは枯渇してしまったようです。ここからはまた、ここからはまた初当たりを引く作業ですが、時間がね、もうそんなにないので、そこまで回せないと思います。よし、じゃあ時間がもうあんまないんで、今228だから、250までに変わったことが起きなければやめます。うわ、風吹いた、やめにくい。うわ、2ゲーム連続、人の心を呼んでるね。あと10ゲームだったんですけどね、250まで。これはちょっと少し長く打たなきゃいけないよ。若干上がってきたぞ、やっぱり。お、3連するかも。あ、し、あ、違う、あ、しかもどういうことどういうことですか。これなんかやったかな。さらに、あー、しかも引いたか、これ。引いたんじゃねえの。また7はないんだよね。逆転7とかねえのかな。はい、あースカるんだね。あー、いい経験しました。スカるんですね。今んとこね、あのパターン2の2で赤7だったんで、あるかと思ったんですが、まあでもドキドキできただけいいです。勝ち負けだけじゃないですからね、いかに楽しめたかですから。あー、楽しかった。延長戦突入かと思われたけど、よし、
やめます。時間がないんで、もしかしたら何か打つかもしれないけど、おそらくここでタイムアップですね。楽しかった。ないかな。いや押しすぎだね。じゃん。くしくも負けですけど、なんかね今日はなんか満足してます。楽しいさ発見できたしね。すがすがしい負けです。お疲れ様です。結果発表。ういっよ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 っ。いい実践でしたね。いやもういい汗かきましたよ。いい汗かきました、うん。僕も楽しい時間を過ごせました。マリモさんも本当に楽しそうでしたね。なんかマリモさんが打ってた機種全体的になんかこうお祭りでしたね、うん、なんか別積み出てみたりね。刺激8000枚ぐらい出てる台もありましたよ。なんで来ないかな、まあ、来たところで座れなかったと思いますけども そ, うです、ね、その流れでなんかハーデスも良かったから。そうなんだ。やっぱりだからね、今日は神祭り C にね刺しとくべきだったんですよ。じゃあそのニコニコの、はい、じゃあマリモさんの結果から、はい、私アナザーゴッドじゃないな、何でしたっけ、ミリオンゴッドだ。そうそう好きな人だ。そうミリオンゴッド神々の凱旋を打ちまして、打ちまして、1198枚のプラスです。1198枚プラス、はい、投資は14000円。気に食わないの。いや違う、あそういうことですね。いい実践でした。楽しい動画になってると思います。いや負けないです負けない、もう負けないぐらい楽しい動画になってます。こちらもそんな楽しい動画のまいさんは、私は結果から言いますと、はい、負けました。負けたんだ。負けたんですけど、なんか全然悔しくないし、むしろなんかありがとうございましたって感じです。負けて楽しいっていいってことは本当にいい台だったんだなっていう機種で、結局設定じゃないんです。設定とかじゃなくて機種の仕様が楽しいこと。仕様がなんで今まで気づかなかったんだろう。だって今日仲間強引に打たされたんじゃないんですか。そうです、今日私は操り人形だったそう操り人形だったんですよ、ね、麻雀2で頑張ろうと思ったんですけど、正直もう見たくない、麻雀2なんて見たくないってはっきり言われて。なんではっきり言われて、いやなんかもう別にちょっと気分乗らない天井まで打つ気ないんだったらやめた方がいいよって言われたから、すごいな。じゃあ天国抜けたらやめようと思って朝一のゾーン抜けて、じゃあどうしようかな、ペルソナに座れ、うん、結果そうです、金は出さないけどペルソナに座れペルソナでコインを増やしてから次の台行けって言われて、旅する気満々でしたね。そうそうなんですよ、そこで出せよって言われて、出せよでもダメな彼氏、完全にダメな彼氏になってますよ。もうちょっとこれ出してこい、これほら出してこい、渡すからみたいな、もうちょっとマイルドな言い方ですけどここでもし1000枚使ったら1500枚出して違うところ行こうよみたいな、そんな台だから大丈夫すごいそんな台だから大丈夫って言われて、なるほど、ね、もう本当に何も起きないから、なんかもうそのアドバイスしてる人もこの機種も嫌いになりそうだったんですけど危なかったなでも最後まで信じてみようと思って信じ切った結果指示出してた人もこの機種もさらに大好きになりました良かったですね。そうなんですよ、いいことずくめですね。そうなんですよ、だから一緒になんか戦ってくれた勇士みたいな感じで、あじゃあもうちょっと時間あればだね。もうちょっと時間あればもう本当に、でも本当に見せ場はたくさんできたと思われます、うん、負けましたけど、そろそろ腹筋を消したいと思います。今日は
その前にいっぱいカルピス飲んどいた方がいいんじゃないですか。そうだね、カルピスいっぱい飲んどいた後に絞ればいいんじゃないですか。絞ってから飲んで大きくなる。いや意味なくないですか。じゃあいきます。はい、くそー、全然違う。全然違うよ。でもまあ今切れそうなんでよかったです。スカルプ D ありがとうございます。あ、違うの。違う。違うんだ。私が普段使ってるシャンプーだと。じゃあいい匂いになります。低周波マッサージ。でもあれもう弱ってるから全然痛くないですよ。え、嫌なの。やだ、だって貼るんでしょ。嫌なのって。そうやって言われたらまあ嫌だよな、確かに。あ、次回コスプレ戦。やった、願ったり叶ったり、叶ったり。次回コスプレ事前変な、あ、あれでいいですよ、銀座さんの。あ、じゃあ銀座屋もでっかいから多分座れない、迷惑だね。あれは。じゃあ迷惑のかからないやつでどんなやつかわからないんですよね、うん、しかもじゃあ楽しみだ、次回一つ楽しみが増えた。次回やるの、次次回じゃなくて。さあそんなわけで、はい、なんかあれ、なんのテンション下がってるんですか。いや撮ってたからわかるじゃないですか、使えば。いやーね、なんか急にテンション下がってるか、うん、何かと思ったら、まあ、そんなわけで9回、はい、こういった結果になりました、はい、次回のコスプレに期待しつつ、はい、なんか次回ねちょっとダーツでなんかちょっと変えようみたいなこと言ってたんですよ。なるほど。あのプロデューサー的な感じの人が言ってたんで、うん、変わるかもぐらいで。まだ落としどころが見つかってないみたいな、ね、後でまあ要相談みたいな。わ、はい、かりました。じゃあ次僕も期待してるんで、コスプレしっかりやってくださいね。私はやりますけど、内容を決めるのはこのバックグラウンドの方々なの。バックグラウンド合ってる。知らねえよ。知りません。というわけで、はい、第9回終わり。終わり。さよなら。さよなら。感謝を伝えたい、あなたにいつまでも笑顔でいていただけますように。人と人の触れ合いを大切にしていこう。みんなの幸せ育む際、はい、すごい雑だよね。すごい雑だよね。ありがとうございます。がっつり出てるティファール、ありがとうございます。なんかさ、こうやって2人揃ってもらうのってなんか卒業式みたいじゃないですか。なんか思うんだけど、うちの番組って、はい、これを渡すのは忘れるくせにちゃんと罰ゲームの時は毎回やったっけやったっけみたいな感じで、それだけ覚えてるんですよ ね。もう一回やらせようとする、ね、そう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 。ひどいですよね。ほら、ま、待ってくれ。ほら、 まだです。俺当てたっけ。もう、 もう忘れた。当たったことも当たったことも忘れたぐらい結構前の商品ですね。若年性健保証ですね。違います、違います。本当にそんだけあの月日が経てば忘れちゃうなってぐらい。あ、開けろってこれ。脱ぎますよこれ、サービスショット。いや、やらないですよ。まだゼウスになってないもん。からゼウスだ。なんで俺まで罰ゲームしなきゃいけねえんだよ。いや、ご褒美ご褒美。あ、黒い、かっこいい。白じゃねえのか。いや、引き締まって見えますよ体が。真っ黒のマスローブいただきました。次回はこれでコスプレということでね。やめてください、やめてください。うんうんって言ってるよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと嫌だねこのシステム。ちょっとね、ちょっとどうしよう、どうしよう。何何何何言ってねえよ。ちょっとちょっと。